この辺りに残る伝説によると、ジュノンで復活したフェニックスはお礼とばかりに炎から様々な魚を生み出して海へと放ったといいます。クラウドさん、ジュノンでお魚を食べるときはフェニックスに感謝してくださいね。Huh?
はこれぐらいにして、今回も新たなコンバットコースを作成しましたので、そのうちチャレンジしてみてください。コンドルフォートへの入り口を発見。さあ、今度こそこの現象の謎を解き明かしましょう。おや、待て待て、目的はエージェントマターの回収だろ。あ、そうでした。すっかり夢中になってしまって。ったく、これ以上ややこしくなる前にとっとと言ってさっさと片付けちまうぞ。エンセントマターはと、ここよ、早く迎えに来てちょうだい。待ってるわよ。あれって隊長さんだよね。いろいろとっちらかってんな。皆さん、どうか隊長を助けてください。隊長がいなくなったら僕たち終わりなんです。どういうことだ。俺たちゲームの駒ですから、本当なら誰かが遊んでくれるのをボードの上で待つことしかできません。でもある日隊長が現れて、僕たち自分の力で自由に動けるようになったんです。隊長が来てからもう毎日楽しくて楽しくて。俺たちには隊長が必要なんです。たく、どうする。エンシェントマターを取り戻すには隊長さんを助けなくちゃ。うん、やるしかない。
セットバターをよこせ。そういうわけにはいかぬのだ。この宝は我のもの。お主らに渡す気など鼻からないわ。隊長、来い我が兵士たちよ。宝を手にした今我に敵なし。共に最強の帝国を作ろうぞ。隊長待ってください。隊長、この野郎、恩をあだで返しやがって。このおかしな現象はあの隊長が来てから始まったらしい。自由に動けるようになったって仲のみんなは喜んでたけど。僕も工場から離れたあの時の気持ちは今でもよく覚えています。彼らにとって隊長さんは僕にとってのクラウドさんと同じ希望と可能性の象徴なのかもしれません。だとしてもよ、奴らもエンシェントマターもほっとけねえぞ。はい、エンシェントマターの位置は予測済みです。よし、行こう。
ラウドさん、データを分析した結果、ジュノンに潜む怪人マインドフレアが見つかりました。この恐ろしい怪人は人間の脳を吸い取ると言われています。一刻も早く討伐をお願いします。
この商売根性は尊敬に値するな。キリエは中か。行くぞ。何でも屋のキリエだ。報酬って何だ。お客さんじゃなくてうちの社員じゃん。こんなところまで出張ご苦労様です。社員になった覚えはない。勝手に何でも屋を名乗るな。今すぐここから立ち去れ。ああ、いっぺんに言われても分かりません。それに元はといえば全部クラウドのせいなんだから。せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。仕方ないから私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。地味、くだ、不愛想。そんなんじゃ開業まっしぐらだよ。すまない。うわ、なにこの子、喋れるの？よろしく。うわ、すっごいかわいい。ねえ君、私のペットにならない？ほら、おいで。残念といえば、こんなに頑張ってるのに未だにお客さんゼロでさ。このままじゃ何でも屋の社長兼宣伝部長の名が廃るってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。宣伝効果抜群でしょ。くそ、モンスター呼んじゃった。おそらくこの不愉快な音のせいだろうな。なんでも屋さん、お願い。モンスター退治得意だよね。なんでも屋なら自分で何とかしろ。そう言わずに。あ、ほらこれあげるから。いらない。クラウド、このままでは我々も危険だ。行くしかない。頑張るね。ほい、行くよ。届く。はい、軽い。よし。そっちは大丈夫。頑張るね。よっと、ケチラ。そこ、だ。気をつけてよ。そうだ。それ、まっ。噛みつぶす。沈め。あたし、この。出番だよ。引き続いて。
かけだ。こんなやつだ。何でも屋さんなら楽勝だよね。頼んだ。私の出番。いいところ見せなきゃ。見てて。任せるね。さあ行くよ。へっ。やっ。さあ離れてこ。何でも屋さんなら楽勝だよね。エアです。よーし、頑張って行こう。よっと。はあ。完璧。俺が出る。ここから。いや、当てる。頼んだぞ。お任せあって。そうだよ。何でもや何でもや。よし。どうにかできる。よし、やっちゃおう。わかった。やっ、いい調子。この程度頼りにしてる。ここからだ。覚悟はいい。刻む。こっちは任せ。何とかしなきゃ。チャンスだ。チャンスは逃さない。行くよ。ほい。頼んだぞ。頑張れるかな。当て行くよ。そこからね。よし、やっちゃおう。さあ。そうだ。仕掛けろ。驚け。
動けるうちに。何でも屋さんなら楽勝だよね。私に任せて。会えるの待ってた。気をつけてね。回復が必要か。体勢を立てろ。いいとこ見せなきゃ。行くよ。よっと。行けそうかな。さあ行くよ。さすが自慢の社員。この調子。よろしくね。仕留めた。バタン。お客さんなんて来ないか。学びがあってよかったな。仕方ない。ここでの営業は諦めるとしよう。じゃあ私もう行くから、後片付けよろしくね、社員くん。おい、一緒に来る？ほらおいで。距離を置きたい種類の人間だ。同感だ。皆さん、変な放送が聞こえて外を見たら、モンスターがうようよ移動してて、いやーでも心配無用でしたね。さすがアバランチの皆さん。それで何でも屋さんはどうなりました？出て行った。そうですか。じゃあここは片付けなくちゃ。それより、ロードナーさんから聞きましたよ。皆さんも何でも屋をやってるって。いや最初から言ってくれればいいのに、水臭いな。何かあったら、また力を貸してくださいね。安心な青年団の同志を再度指導へようこそ。
団の同志よ。調子はどうだい？耳も青年団に入る。あら、新人さんね。新しいジュノンを作る。私。ジュノンの美しく。